本当に内派一族なのか。そうだ。お前は弟の仇の一族を信じるのか。そんな。念のためにわしと扉間もつく。わかったな。早速だがよ、まずは挨拶代わりの水切りから行くか。悪い、今日ダメだ。急な用を思い出してよ。このスピード、逃げ切る気か。のようだな、内派田島。それから伊豆名だな。千住仏間と内派田島はほぼ同じ力だということが。やめろ。一瞬の心の乱れが隙を生じ、それが生死を分ける。つまりどちらが先手を取るかで勝負が決まること。柱迷う、なんぞ。俺たちの言ってたバカみてえな絵空ごとには少しの間だったが楽しかったぜ。柱間は俺より強い。このままやればこっちが負ける。兄さんより強い子供が。本当は諦めちゃいねえよな。お前はやっと俺と同じ。お前は千住だからさ、お互い腹渡は見せる必要もねえだろ。俺は内派マダラだ。代わりにいいものをこちらは手に入れられたようだ。その時シャリンガンの海岸が何を意味するか俺には分かった気がした。気づけば俺たちは互いに一族の長になり、成し遂げたかった夢から一番遠いところにいた。そしてその頃、マダラも変わったのだ。その目。伊豆名はどうした。内派を守るならもうこんな戦いはやめようぞ。知らな。やめろマダラ、もう戦いは無意味だ。貴様たちが殺したからだ。黒人の術。マダラ、俺たちは友達だった。
腹渡を見せ合うことなんて。柱だ、まだだ。一日続いた戦いの末、マダラは初めて地面に背をつけた。マダラ、終わりだ。待てヒロマ、いっそ人思いにやれ。柱だ、オサであるお前をやれば、お前を慕う若いウチハの者がまた暴れ出す。俺たちはやめ。いや、もう兄弟は一人もいねえ。どうすれば俺たちを信用してもらえる。それであいこだ。そうすりゃお前ら一族を信じてやる。言ってることがむちゃくちゃだ。どうするんだ兄者、この俺を殺すのか。ありがとうマダラ、お前はやっぱり情の深いやつだ。いいか扉間、俺の最後の言葉としてしっかり心に刻め。兄者、皆の父とまだ見ぬ孫たちにかけて誓え。もういい、お前の腹渡は見えた。そして俺たちは里作りを始めた。激しい戦地へ送ったりしなくていい集落だ。悪くはねえな。だったら決まりぞ。ああ、その集落作ったら。あれはただの夢の話だと思ってた。火の国を守る影の忍びの王さ、なおほかげ。どうだ、もうお前に兄弟はいないが、この里の忍びたちは皆お前の兄弟だと思ってほしい。ここへ来るのはマダラだっけか。お前もそうだったりしてな。だった。いや、一人だけ弟が残ってる。弱気になってる暇なんてないぞ。ウチハに戦時はもちろんとして、そろそろ里の名前も決めないとな。何か案あるか。この葉隠れの里ってな。どおかげとどう違うんだこら。てかまだ治ってねえのか、その落ち込み癖。そのほかげってのは里にずっといてみんなを見守る役目ってことだ。だからお前のでかい顔よ、この足元の岩に掘る。てめえの情けねえ落ち込み顔よりずっとマシだろ。そんなに情けないぞ。こんなところで何油売ってる。火の国の大名たちが階段に来る頃だぞ。何を勝手なことを。マダラを長の候補として推薦するまではいい。うちはマダラが長に選ばれることはまずない。皆わかってる。それに兄者はウチハの噂を知らないのか。これからの里にとって。そういう言い方はよせ扉間。ん、ここに誰かいたような気がしたぞ扉間。お前ならわかるだろう。これからは民主的な運営をやっていく。意義はあるか。そして俺は初代火影となった。俺は初代火影となった。戦乱の世、忍びと忍びが命を取り合う一族同士の対立から、それがこの葉隠れの里だ。
これはウチアに代々伝わる石碑。一つの神が安定を求め陰と陽に分極した。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると謳っている。扉場のことは俺に任せてくれ。お前なしではやれない。火影の右腕として。そうなればウチアはいずれ消されていく。マダラ、弟も守れなかった。そんなことはない。みんなすぐに。あの時お前に弟を殺せと断定するべきだったのかもな。俺はお前のことをよく分かっているつもりだ。これ以上は無理だ。協力とはいわば静かな争いでしかない。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。俺の話を聞いているのか。マダラ、お前との戦いを楽しむさ。お前は見えないのさ。さらにこの先が、先の夢が。導き役としてお前の力が必要だ。上役としても。つながりなどない。そしてお前には決して届かない。そう言ってマダラは里を出た。二人で届いた場所、マダラと俺が望んだ里にマダラはいなくなった。火の国で始まったこの葉隠れの里と、里を治める長というシステムが、土の国には岩隠れの里が起こり長を土影と名乗り、風の国には砂隠れの里が起こり長を風影と名乗った。忍びの子供たちも戦うことではなく学ぶこと、遊ぶことを知り、今までのことを、俺たちの努力を無駄にするのか。マダラ、お前に、俺の、俺はお前を殺したくない。